はい、パンサートレーナーのゆうじです。あなたは体を引き締めたい、お腹を引き締めたい、まあそんな場合どこから筋トレを始めますか？1日のトレーニングの筋トレをどこから始めますでしょうか？まあ、男性の人が多いのは大胸筋から始めるというのがまあ多いと思うんですけども、今の話はあくまで全身のトレーニングをその日にやる場合ということであって、筋肉をつけるために分割法でやってるという場合ではないです。あくまで引き締めるために週に2回ぐらいトレーニングをしていく、その場合には全身トレーニングになると思うんですけれども、その全身をやっていく中でどこから筋トレをまず始めていくかですね。まあ、ただそんな中でジムで見かけたんですけど、二頭筋からまず入って、それからまあその後胸に行ってとかいう場合もあったんですけれども、まあ、あるいは人によってはまあお腹が気になるから腹筋から入ってとかっていう人もいるかもしれないですけど、まず一般的な、ごく一般的な筋トレの順序というのは、基本的にはまず大きな筋肉から小さな筋肉という流れになりますね。だから大きな筋肉というのは胸、大胸筋、あるいは背中、そして足、まあこの3つが一番優先順位に来るということで、その後にそれらの補助筋として入ってくるもの、肩とか腕とか、そしてお腹、腰っていうのはその次の順序になってくるわけですね。で、基本的にはすごく重いヘビーなものをキツキツやる場合には、お腹と腰でも最後にやらないと、背中とか足をやってる時に体幹が支えられなくて、お腹と腰が疲れて体幹が支えられなくなるんで最後にやりましょうというような、まあ一般的な考え方はあるんですけれども、ただ今のキツキツにギリギリというところは本当にそれかどうかという問題はまずあるということと、あと重要なのは目的ですね。目的、一体自分の目的は何なのかということですね。まあさっき言ったように、ものすごく筋肉をつけることをまず一番優先順位として考えている場合には、トレーニングする日にちをしっかりととって、週4回とか5回とかとって、それを分割法でやっていくというのはまああると思います。で、そうではなくて、もうちょっと手前の、そして一般的な話として、週2回ぐらいしかトレーニングする時間ないんだけども引き締めていく行きたいという場合には、その時は全身のトレーニングになってくる。で、その全身のトレーニングの時にどこからまず始めますかということなんですね。これがね、効率よく結果を出していくためにはすごく重要なところになってくると思います。まあいきなり結論を言いますと、もうこれは足を序盤に持ってくるということ、最初の方に足を持ってくるということですね。さっきの一般的な考え方の中で、まあもし足のトレーニングをもし最初にやっちゃった場合には、背中のトレーニング、弁当バロンとか、そういう時に体が支えられないので足はその後みたいな考え方もあるかもしれないですけど、引き締めたい、体脂肪をどんどん燃焼させていきたいという場合には、足をやっぱり序盤に持ってくるべきですね。例えばまあ僕はこんな感じで全身をやる人に対してはプログラムを組んでいきます。まあこれは一例ですけれども、ダンベルプレス、バックランジ、ダンベルプレス、バックランジ、ダンベルプレス、バックランジという感じで、二つの種目をスーパーセットでやっていきます。そしてその次に、ショルダープレス、バックランジ、ショルダープレス、バックランジ、ショルダープレス、バックランジと、まあこれも交互にやっていくという感じですね。まあこれが今1番目、2番目のくくりになります。今はこれ、二つをスーパーセットやって、それが3セットぐらい終わったら、1分休んで、すぐ次のショルダープレス、バックランジをスーパーセットに入っていくということ。そしてその次に、まあジムでラットプルダウンとか懸垂やるんであれば、そこ背中だけになるかもしれないですが、そうでなくて、それを使わないで、弁当バローとか本当バー1本で背中をやる場合には、背中お腹背中お腹背中お腹という感じで、そこもスーパーセットで組んでいく。そしてその後にそのバーを使ってのワンレッグデッドリフトをやっていく。ワンレッグデッドリフトお腹、ワンレッグデッドリフトお腹、まあこれもスーパーセットでやっていくということ。そしてその後にもしもうちょっと腰のあたりとか後ろ側をしっかりしたいというのがあれば、両足のデッドリフトを入れることもありますが、この時もデッドリフトだけでもいいんですが、デッドリフトとさらにお腹を組み合わせていくこともあります。で、そこまで終わった後で最後に腕の二頭筋、三頭筋、二頭筋、三頭筋とスーパーセットでやっていくということですね。で、まず時間配分として、腕を重視するのではなく、腕以外の大きな筋肉を重視するので、それを最初に持ってって、最後のもう少しの時間だけで腕をやっていくということ。それから二つの種目を交互にやっていくというスーパーセットを立て続けにいくつも並べていくという、スーパーセットをサーキットで行っていくということで、まあ僕はこれを自分としてはスーパーサーキットと呼んでるんですけれども、まあそんな感じで、とにかくまあ一つ一つのエクササイズの間は完全にノンストップというよりは、
一呼吸、二呼吸、呼吸を置くというのはありますけれども、一つの数パーセット、次の数パーセットの間はまあ1分ぐらいですね。まあそんな感じで、とにかく数パーセットをサーキットで続けていくという感じで、心拍数を高めながらずっとやっていく。その中で、足がかなり最初に来ているということですね。それも、それなりにセット数はまああるということです。で、これ回数はどうなってるのという話になりますが、1セットのね、その足の回数に関してはちょっとまた最後の方に言いたいと思うので、ちょっと最後の方をご覧ください。まあまずは、こういったスーパーサーキットを行うことで筋肉に効かせて筋肉を作りながらも脂肪燃焼もどんどん促していくというプログラムをやっていくということで、その中で、足を序盤に持ってきてますね。で、足を最初にやるという意味というのもやっぱりあるわけですね。一番最初に足をやるというのは基本的にはまず気力があります。元気なんで気力があります。なので一生懸命やろう、しっかりやろう、まあ手を抜かないということになってきますけど、これが後の一番最後の方に足を持ってきてしまうと、もう疲れちゃった、あんまりできない、しっかり下げなきゃいけないのが、なんか全体的に疲れちゃった、あんまり下げられないとかで、時間がないからもうちょっと手短に終わらせておこうかって省略しちゃったりするんですね。だからまあそういう風にならないためにも、気持ち的な部分としても最初にやっておいた方がいいということで、その最初にするというのはやっぱりエネルギーがありますから、全力を出し切れる、そして重いのができるということです。で、これが軽いのより重いのをやるというか、単純計算としてその重さの分だけ消費カロリーが大きいわけですね。だからエネルギー消費をたくさん得られるということですね。これ最後に持っていけば疲れてちょっと軽くしようかなと思ってしまうわけなんで、最初に足を持ってきた方が足の運動としてのやっぱりエネルギー消費をしっかり得られるということですね。なので最初の方に上半身をやりながらも足を同じように持ってきているということです。それから足を最初にやるというのはホルモン分泌を活発にさせるんですね。ホルモン分泌というのはテストステロンとか成長ホルモンとか、そういった体の筋肉を作るようなホルモンがどんどん分泌が活発になってくるんですけれども、それは小さな筋肉をやっているよりも大きな筋肉をしっかり使っていく方がいいんですね。だからいつも足をしっかりやってくれと言ってるわけです。まあ足が大腿小筋、お尻、もも裏、そしてお腹、腰も使っていく。時と場合には背中も使っていくという感じになってくるので、大きな筋肉をたくさん一気に使っていくというのはホルモン分泌をドーンと活発にしやすいんですね。最初にそういう足のトレーニングをやっていくと、その直後からホルモン分泌はどんどん活発になっていくので、その後運動をやってる時にも、その最初にやったホルモン分泌が活発になった影響をずっと受けながら残り何十分かはトレーニングができるということなんですよ。そういう意味で一番最初の段階でホルモン分泌を良くしてあげるための足をやっていくという、まあそういう意味もあるんですね。で、ホルモン分泌が活発な中で運動していくと、より体脂肪燃焼効果は高くなってくるわけですね。若い人が体脂肪燃焼の効率がいいというのは、そもそもそういったホルモン分泌がいいので中高年よりも体脂肪燃焼効率がいいわけなんですけど、まあそういったようなホルモン分泌がいい時に運動をさらにしてあげるというのは、やっぱり効率を上げることになってくるんですね。で、そのホルモン分泌が影響を受けてる中で、さっき言ったスーパーセットで続けていくということ、シングルセットで1セット1セットよりもさらにそこでスーパーセットをやっていくことが、体を引き締めるためにはかなり効果を発揮してきます。なのでそこ結構複雑に絡んできますね。そもそもスーパーセットをやることで有酸素運動的にも筋トレをやっていくということ、それではホルモン分泌を良くしてあげるということ、そのホルモン分泌が良くなっている段階でさらに後半の背中とかワンレグ出てる人が腕とかをやっていくことで、その時間帯にも引き締め効果をどんどん出していくという、そういう感じになってきます。で、当然一番最初に足をやることで全身の血行はどんどん促進されますので、まあ運動しやすくなるということですね。で、この時の足のレップ数ですね、1セット何回設定すればいいのということですけど、まあまずはさっき僕バックランジって言いましたけども、まあ、バックランジをやる時もあれば、まあジムなんでウォーキングランジをやる時も結構あります。だからそれをやっていくんですけど、まあ、自分がスクワットをやってるから、ダンベルプレスとスクワットは同時にはできない、ジムでそういう使い方はできないという人がいるかもしれないんですけど、まあこれはスクワットをやりたいのか、まあそのスクワットも何のためにまずやってるのか、スクワットをやりたいのか、脂肪燃焼という効果の方を一番最初に取りたいのか、これはね、まあどっちでもいいですよ、どっちでもいいですけど、どっちかを取ってほしくて、脂肪燃焼の方をとにかく引き締めたいというんであれば、もうスクワットでなくてもベンチ一つとダンベルがその場にあれば、そのダンベル一つでダンベルプレスをやって、そのダンベルを持ってバックランジをやってという感じがまあできるわけですね。なので特に2つのものを使って人に迷惑をかけるということもなく、まずできるというのはそのランジ系をやるという、まあ、ことですね。なので全体的な効率を考えると、そういった、ランジ系を選んだ方がいいんじゃないかということで、そのランジ系をやっていくときに、この足のそのレップ数は何回にするかということですけど、バックランジの場合にはダンベルを持って20回でかなりきついな、うわーきついな、もう息も結構上がって、もう足がちょっとこれじゃダメぐらいな重さ
回数に設定してください。それぐらいのダンベルの重さにしてください。でもし、まあ、ジムが空いてるところ、空いてる時間帯で、ダンベルプレスとスクワット両方一緒にできるんであれば、スクワットは15回が限界に来るような重さでやってみてください。10回ではちょっと短すぎて、15回とかそれぐらいの設定にした方が、ホルモン分泌はどんどん良くなってきます。で、ウォーキングランジの場合にも、ダンベルを持って、16歩から20歩ぐらいでかなりきつくなるようなレベルにしてほしいということですね。10歩では終わらないし、それぐらいの回数やってて、その 16歩とか20歩やった時に軽々できるのではなくて、うわ、結構きつかったというレベルでないと、ホルモン分泌が活発になってこない。そこのレベルに関しては、今の回数で、あ、ちょっときつかったというような重さに設定をしてほしいですね。まあ、そんな感じで、まずは足をとにかく序盤に持ってくるということ。最後でもないし、どこでもいいでもないということ。結構どこでもいいという人が多いのかもしれないけど、どこでもいいではないということ。そしてさらにそのスーパーセットをうまく組み込んでいく。とにかく時間を短縮しながら、そして有酸素運動的な効果も出していく。まあ、そしてあと重さの設定を確実にやっていく。で、そこら辺をすべてね、綿密に計画を立ててやってもらえれば、自分が行っている40分とか1時間のトレーニングというのはかなり効果を発揮していきますので、せっかく時間を割いてやっていることなんで、そこまでね、綿密に考えながらやってみましょう。そんな感じで少し自分のプログラムを考え直してみてください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーゆうでした。